はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、超高輪ガシャのですね、700万ダウンロード記念超高輪ガシャの、7回から10回目をやってみようと思います。なぜか前回の超高輪とね、同じようなパターンに陥っていますが、まあ7回目サクサクとやってみましょう。さあ、泡の色はここで虹色稲妻走ってます。さあ、何色来るか、何枚来るか。お、しげち欲しかったんですよね。よかった。はい、2枚目。うわあ、虹、ありがたいけど君らじゃないね。さあ、どうだ。はい、はい、続いていこう。はい、3枚目、4枚目ですね。4枚目。はい、5枚目。どこ。はい、おじいちゃん。6枚目。どこ。はい、7枚目。ドララ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 ラ。はい、サクサクいきましょう。はい、8枚目。どこ。大きな、どこで来てましたよ。ドタロー、お前か。はい、3枚いきました。ん、お、光一くんやりました。光一くん、でもこれ悪党1ですね。悪党2だったら嬉しかった。3枚。うん、上々です。さあ、どこ。寒い。さあ、光一くんが上がってプラス3。やりました。そしてトタロー、あんたはさすがに上がらない。1上がってきます。さあ、どんどん BP が上がってきております。チクン&ロハンも上がりました。そう、懸命に育っている途中です。さあ、赤ちゃんも上がったけどアビリティは上がらない。さあさあ、続いて8回目ですね。ここも虹で乗り切れるか。さあ、どうだ、参ります。さあ、泡の色は白。これは0枚確定、0枚確定です。稲妻が走っていませんので0枚確定。しげち、あらら、寒い。これは寒かった。あらら、いやー、お、どうだ。ダメだ。あー、どこ。ネズミ、はい、どこ。稲妻走っているか。落とし上げだ、残念。さあ、最後、お、1枚確定でしたね。よかった。アバボレですね。まあ重なるだけいいですね。0枚だと思ってたのでこれは非常に嬉しい。しかもアバボルなので、よしよしとしますね。さあ、どこ、お寒い。慶長、お、ちょうど100。さあ、しげちが重なってくれました。さあ、ゆかこも上がり、アバボルもプラス1。まあ、使えるようになってきましたね、アバボールも。
さあどん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 もうスキップしていきます。さあ続いてが9枚目、 SSR2 枚確定しております。さあどうなる。9セット目ですね。9枚目参ります。さあ泡の色は何色だ、何色が走る。当然ん白ですね。白の稲妻、2枚は確定しておりますが、これは2枚のパターンですかね。はい、トニオさん、どこ。はい、小市くん、4枚目ですね。はい、どこ。はい、慶長、はい、5枚目、そろそろ出てほしい。無事来ました。さあ、なんだ、4太郎、違う。はい、5枚目、6枚目ですね。はい、ジョウスケ、ラララララララ、7枚目ですね。次で8枚目、2枚だけだ。さあまたネズミですね。さあ最後は何が出てくる、何が出てくる。無駄でよ、お前じゃない、反対の向きのやつが欲しい。オラ太郎が欲しかったのに。さあ1、2、3、もう1枚ぐらい欲しいトップだが SSR 入らず。さあどこ、ロハン、もう1枚来るか。いやー SSR は来なかった、残念。しかし3枚、これはありがたい。もうここまで来るとどうしても欲しくなる孝太郎、ぜひともあったいですね。さあネズミも入ってきた。さあ無駄では無駄に上がっております。魂チップ、あら何か当たってたような気がするんですが、なんだ、忘れてますね。あ、忘れてるということはいいとしましょう。さあこれはピックアップ、頑張っていきましょう。ピックアップは何が来る、孝太郎お願いします。では参ります。さあ泡の色は何色だ、当然虹、稲妻走ってる。これは2枚確定か。ドラララ、いきなり来ました。お前ではないような気がする、もう出ないような気がするな、孝太郎。どこ、ピックアップが1枚目ですから、そうですね、ピックアップがいきなり出ました。1枚目でピックアップですね。シゲチも手に入る。どこ、これは2枚ですね。2枚のようです。どこ。はい、抜け裂く。どこ。ジェイがいる。だな。さあ、ラストはどうだ。どこ。プールの関心。お前たちが。これは痛い、痛すぎる。無駄に重なってきました。はい、3回、トコ、あぶる。おっと、虹が来ました、来い。犬太郎、ここで犬太郎か、厳しいな。もうどんどん闇が深まっていきます。うわー、ピックアップも、なかなか言葉が出ない。ここまで来るとね、もうどうしようもないですね。さあ20%+20でようやくアビリティが上がりました。
闇が深くなった。はい、ということでね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。多分また引くであり、あるでしょう。その時まで、お待ちください。それではですね、またどっかの動画でお会いいたしましょう。いやいや、どっかの動画ではないですね、続いての動画までお待ちください。ではですね、また会いましょう。では、ラストライン。